皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。昨日というのがですね、1月24日が昨日なんですが、新聞たまたま見とりましたら、広島で交通事故があったと、いうことで、その交通事故というのがバイクと車の事故で、朝6時50分頃の事故だったということで、バイクを運転されておった方が、病院に運ばれた後、お亡くなりになられた。共に被害者の方、加害者の方が40代ということでしたが、6時50分というのはですね、ちょうど朝6時50分というのはちょうど私会社へ来る途中の時間なんですが、本当ライトをつけておらないと、ほん薄明かりがするでもほぼやっぱり暗いんですね。でやっぱりその時間帯に起きたんだなということを今朝来る時に、ふっと思いました。その時にですね、ちょっと思い出したのが、私実は高校の時に、同級生と後輩をそれぞれ一人ずつ、交通事故で亡くしとるんですね。で一人がやっぱりバイクでした、もう一人は車でした。そのことをふっと車を運転しようって思い出したんです。確かこの時間だったような事故があったのはいうのが、昨日、一昨日ですね、広島であった交通事故の時間帯、その時にその同級生と後輩のことをふっと思い出して、若い時は本当亡くなるというのは交通事故ということで、死いうのはほんまに改めて遠遠かったなと、思ったんですね。で最近になってもう57、今度3月で58になりますが、この年になってくるとやはりうちの後藤家の方はこう見とりましても、亡くなられる方というのはですね、もうだんだん自分と年が変わらない、そういった方が非常に増えてきた。そして亡くなった原因というのもほとんどの方が病気で亡くなっておられるということはですね、やっぱりもうそろそろ私もだんだんそういういつ亡くなるかわからんよ、いつ体調に変化が起きるかわからんよという年齢に差し掛かった、そういうふうに思ったんですね。だんだん人間というのはほんま改めて、昨日もですね、ちょっととある現場で私よりちょっと年が上、ほぼ同世代の方、この方といろいろ時間を共有したわけなんですが、その中でやっぱり生と死という話がやっぱり出てくるんですね。生きとし生けるものはやがて最後に迎えるのは死であるという、やっぱりそういうことがですね、今まではどっか一言じゃったものがやはりもうすごく身近に感じる、そういうことを感じるというか、もう当たり前に思うようになったんです。近しい人が亡くなっていく中でも、どん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 やっぱり付き合いの深かった、そういった方がここ数年の中で何名かお亡くなりになっていかれる現実を見たときに、その方が年が15、20離れておってもですね、やはり死というものを考える、特にこの通夜とか葬儀の縁を通してですね、やっぱり一個というのはそれぞれ多数の人がこう一堂に同じ時間を共有してもですね、その一人の死という現実をこう見た時にやっぱり思いが違うんだろうなと。特に若い人であればやっぱり死というのはどっか人事というか自分とは縁遠い、しかしながら年を重ねていかれる方というのはですね、明日はひょっとしたら自分かもわからん、やっぱりそういうことを思われるんじゃろう思います。そういうふうにですね、この動画を撮り始めた頃に考えておったこの秋総裁のチャンネル、葬儀に特化して、それも広島の葬儀に特化していうことを考えておりましたが、やっぱり月日が経つ中でいろんな人の亡くなり方、そしてご家族の、どういうかな対応というかね、そういうのを見とりましたら、どん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 この死というものを深く、今まではどっか人事であった死がやはり人事でないよということを、この個人を通してご家族を通して教えてもらう、日々を迎えたなと、そういうことで、今日の動画締めくくりたいと思います。以上でございます。